にちは。株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬古口です。当社では資産運用に関するコンサルティングを行っており、たくさんのお客様から資産をお預かりしてきた私の経験からお伝えできる資産運用に関する様々な情報をこの YouTube チャンネルで発信しております。本日のテーマは二大金融資産の一つ債券投資の基礎知識についてお話ししたいと思います。金融資産というのは大きく分けて株式と債券が存在します。株式についてはまた別の動画でお伝えしてますので、ぜひそちらもご覧になってください。今回はもう一つの金融資産債券についてお話したいと思います。株式は投資目的はキャピタルゲインでしたが、債券は全く違う投資目的になります。債券はインカムゲインという定期収入を得るための資産になります。世の中いろんな資産があるのですが、この債券という資産は資産の中でもインカムゲイン運用のセンターポジションと言えるような、こういうような資産でございます。株式は2分の1、3分の1になるリスクを取って2倍、3倍に資産を成長させる、そういう投資が株式です。一方で債券というのは2分の1、3分の1になる可能性というのは非常に少ないです。その代わりその債券が2倍、3倍になる可能性もほとんどないんですね。安定的に年間数パーセントの利益リターンを得るために運用するというような、それが債券投資です。債券というのは会社に対してお金を貸しているっていうことなので、その会社が倒産しない限りっていうのはちゃんとお金が返ってくるというところで、株とは違う資産性があるんですね。例えば象徴的な例として2019年にソフトバンクが投資していた WeWork というレンタルオフィスの会社が、ソフトバンクが投資した時の評価は5兆円だったけど、その評価が2兆円になったと下がっちゃいました。そうなった時にソフトバンクの株というのは20数パーセント下がったんですね。ただソフトバンクの債券の価格はどうなったかっていうと、実はほとんど変わりませんでした。 2-3% 下がってくらいですかね。これは世の中の人がどう考えているのかというと、 WeWork の一件でソフトバンクの業績は悪くなるだろうと、ただ倒産することじゃないよねっていうのが、この2つの価格の与えた影響の違いなのかなと思います。株式っていうのは業績で決まるけど、債券っていうのはその会社の倒産する確率で決まるので、この資産の価格っていうのも安定している、そういうロジックになると思います。なので債券の資産がどういう人に向いてるかというと、現役で20代30代でバリバリリスクが取れて投資期間も長い人っていうのは株式の方がいいんですが、あまりリスクを取れない会社をリタイアした人、高齢の方とか、そういう方たちっていうのはこのお金は虎の子の資産になるので、そういう方々にとってはこの債券運用というのはぴったりというわけですね。それをお仕事しなくなった後の給料の代わりにしてインカムゲインを得て使っていくことができる、そういった点でこの債券というのは資産運用において重要なポジションを占めていると思います。本日は二大金融資産の一つ債券投資の基礎知識についてお話しさせていただきました。今回の動画が参考になったという方、今後も資産運用についてさまざまな情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。